E pronto, temos cá mais um dia. Como é que é a equipa? ちょっと気分転換というか見回りでもしようかと。その別に凛が嫌いだとかそんなんじゃ。この気配。やれやれ、無能なグズどもから連絡が来なかったかと思えば、こんなところでお目にかかれるとは。お前は手間をかけさせないでくださいよ。クズ判定の下等生物の分際で逃亡した挙句我らに歯向かうとは。ゴミ処分にも手間という私の時間は、まあここであったのも何かの縁ですし。言わせておけば。あなたの方はこの間は逃がしましたが、あなたを倒せばこの私アモーゼンヤの株も上がりますからね。気をつけて、こいつはいつもの人たちより強い。お前
子供だまし聞かないですよ。私は選ばれし者、いつものそろそろ遊びも終わりにしましょうか。誰だ？え、リンちゃん。とんだ君たち程度では私の相手にうちの雑魚どもで十分。まあせいぜいあがいてみる。いい加減にしてくれないかしら。あ、言ったわよね、この事件には関わらないでって。私の邪魔をするようなら実力で排除するわよ。待って、リン。ごめんなさい、いつか必ず話す。今はモグラに戻りましょう。嫌なんですけど。こら、こんにちは。甘い、そら。Come on.
ありがとう。いらっしゃいませ。ありがとうございました。いらっしゃいませ。ありがとうございました。どうも。どうも。
勝負。
操！
操！え？勝負。Wow!
Yes, yes. More.
協力お願いします。ここよしよし。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 電車が参ります。よしよし。側に下がってお待ちください。よし。
勝負。よし。よし。え？よしよし。なるほどな。そのアモーって組織の兄ちゃんに一方的にやられちまった。雫さんは私はあ、ニーニーが死に、いやいや死にかけてはいないよ。怪我はしちゃった。ニーニーがどこで何をしようが干渉しない可愛い妹を心配させるような真似はごめんなさい。謝るくらいなら事態を好転させるためにそれだけ。私妹さんに嫌われて。いやあの子誰にでもあんな感じ。でもさ実は油断してたんじゃないの。いろんな意味で危険な発言はやめい。しかしそんな強敵を前にしてよく無事に帰ってこれたね。ちょうど警察が来たから。でもこれからどうすんのよ。強敵が出てきたからってまがいものの好きにさせちゃうわけ。うん、ここそう、ワンクールツークールの節目には
新必殺技と相場が決まってる。ここは特訓だぜ。とりあえずとはいえマスター局面は待ったなしの状態だ。基礎戦闘力の向上は必須ですけど、それなんだか面白そうな話をして特訓だなんてアナクロな言葉が街中に響いてたわよ。あ、社長さんいらっしゃいませ。社長、あんた誰だ。随分とクオリティが高いけど。そうか、お前らは初めてだったか。例のまがいものアプリをくれた人だ。春日井シオンよ。秋葉自警団を応援する謎のお姉さんってとこ。お姉さんっていうか。あら、なんでもありません。僕は橘優斗。こっちの一言余計なのは兄の橘海斗と言います。よろしくお願い。こちらこそよろしくね。で、問題の特訓とやらだけど、よかったら力になるわよ。うんうん、なるほどね。要約すると強い敵が出てきたから手っ取り早く強くなりたいと。面白そうだから協力するわよ。大資本製薬全面バックアップでね。いろいろとね、副作用とかはないって聞いてるから心配しないでいいわよ。あ、怪しい。少しいい？君は今の厳密に言えば状況に応じた判断力を鍛えることができれば。なるほど、相手や状況に応じた戦い方の。ちなみにマスター、マスターは。そりゃお前、とりあえず左間にしてランニングとか、鉄球クレーンでガチンコ受け止めとか。おい、強くなる前に死ぬぞ。私は普通に筋トレでいいんじゃないかと。24時間空気椅子とか。お前はどの特訓方法がしたいんだ。わかった。あんたには根性を鍛える意味でも基礎トレだと。あら残念。心変わりしたらいつでも言ってね。早速闘技場に。私に考えがあるの。頑張ってこいよ。君は私の血を飲んだことでまがいものよりも強い体ではあるけれど、だけど判断力といったメンタルスキルが強化されるわけではないの。つまり F1 カーに初心者が乗っているようなもの。君が強くなりたいなら私の隙を見逃さないように
じゃあ行くわよ。本気で来て。そのタイミング。で、服は返して。こっちを見。さっきのタイミングを忘れないで。そうすれば、君は誰にも。さあ。特訓の成果を試しましょう。やってみましょう。援護するわ。そう、その感じを忘れないで。うまくいったわね。
おう、特訓は終わったみてえだな。ふん、皆まで言うな。一皮むけた男の顔になって、変わるわけはないわ。それより、みんな駅前に行ってるぜ。お前さんも早く行ってやれ。やればできる子だよ。ねえねえ、わかった。待っててね。できた！いってらっしゃい。お、来た来た。これからまがいものっぽい人を見かけたらすぐに連絡ですね。アモーって人の動向が気になるから、まがいものを見つけても深追いはしないでください。そうそう、そのアモーって男がいたらアプリはすぐに反応を示すはずよ。
普通よりも強い反応をね。ところで春日井さんって大企業の社長さんですよね。最近いつもモグラにいますけど、お仕事は？社長ってのはそもそも暇なんじゃねえの？椅子にふんぞり返ってさ。うん、そうね。6時間前までシドニーで打ち合わせだったし、まあ忙しい方だと。うえ、マジ？まがいものの案件はね、どんなプロジェクトよりも時間を割く価値があるのよ。しかしながら少々自重していただかないと、各部署から苦情が来ており。ん？ああ、彼はうちの専務の坂口光馬くん。私の椅子を虎視眈々と狙っているの。そんな大それたことは思ってません。次の会議まで時間がないので呼びに来ました。どうせ他の人間を呼びに行かせても聞く耳持たぬを決め込まれるでしょう。そんなことはないわよ。私は聞き分けのいい可愛い子ですから。ともかく来る前、会議まで時間がありません。はいはい、分かったわよ。そんなため息をつかない。それじゃあ皆さん、いろいろと頑張ってね。それでは失礼します。行っちゃいましたね。見た目で人の能力を判断するのは良くないよ。専務って言うからにはそれなりに優秀な人なんじゃないの？と、じゃあカティは私と一緒に行こう。かしこまりです。おい、特訓の成果期待してるからな。その言葉信じるわよ。今はあんたが頼りなんだから。私たちも行きましょう。俺と。わかりました。次は必ず勝ちましょう。間違いなくまがいもの。人が集まる前に何とかしましょう。勝負。もういいよ。
他のみんなからの連絡はない。今のところアモーは現れてないみたいね。アモーが言った通り、彼は普通のまがいものとは少し違うと思う。あのくらいの特訓で勝てるとは思わないけど、倒さなければ平穏は戻らない。君は不思議な人、どんな逆境でもなんとかなるってそう思わせてくれる。もしもし、今それっぽい怪しい連中を見つけた。早く来てくれ。広場、急ぎましょう。よしよし。こっちだこっち。向こうの連中、アプリがビンビン。確かにマガイム、アモーが来る可能性もある。カイトさんは離れていて。おお行きましょう。勝負。油断しないで。こいつらはただの餌。アモー前夜、この前は小粋な邪魔が入ったが、今日こそ灰にして差し上げます。援護するわ。
ざけるな、この出来損ないが。無駄だ。しまった。つけ上がるなよ、ゲスラマ。私は選ばれし存在、まがいもののオリジナルだぞ。量産型のまがいものなんぞと比べられんのだ。女、貴様もいい加減目障りだ。私の邪魔をする者は女子どもだろうと関係ない。我々には待望があるのだよ。そのためにな。に赤な、あれだけのダメージを食らってまだ立てるだと。残念だったわね。彼は眷属、私の血を分けた八神の眷属よ。な、あ、や、八神だと。ま、まさか貴様はあのお方と。ふざけるな！ならばなぜ邪魔をするのだ！あ、援護するわ。断じて認めんぞ。理想も思想もないただのゴミクズに私が負けるはずがない。あっ、さ、サイ覚えて、次に会った時は必ず。私は大丈夫。ありがとう、心配してくれて。勝てたのは君のおかげ。おい、やったな。これで少しはまがいもの。何にせよ壁を一つ乗り越えたか。とりあえずモグラに。
おう、どうやら勝てたみてえだな。アモってやろう、尻尾を巻いて逃げていきやがったぜ。何にせよ、これでしばらくはあいつらもおとなしくしてるかもね。しかし、まだまがいものすべてがいなくなったわけじゃねえ。ここで気を抜かねえようにしねえとな。かつてカブトの乙女ロードですね。勝ってカブトの尾を締めよ、かな。あの、少し話したいことがあるの。ここはふるさとの空気に似てる。この間のこと聞きたいことがあるよね。ここなら誰にも聞かれないから。組織から逃げた時、私の血を飲ませたでしょ。そのせいで君は私との血の契約を交わしたの。私は人じゃないわ。古の時代から化け物、怪異、私たちの一族は八神、そう呼ばれているわ。八神の一族はその身に宿る血を分け与えることで眷属と呼ばれる刺激者を作り出すことができるの。一生のうち一人だけね。眷属の特徴は八神の力を引き継ぎ常人離れした力を得ること。そう、今の君のようにね。君のその力はまがいものではなく眷属の力によるところが大きい。眷属は主である八神の者と協力し、その力でまがい者を狩る。まがい者、本来は欲望が肥大化して異形と化した人の末路。哀れな人妖たち、常に欲望への渇きに苛まれ、その渇きから他人の生命力を吸収し続けないと生きていけない希薄な存在。私たちの一族もその成り立ちは一緒だと思うけど、理性を持ち、いつしか神として崇められ恐れられてきた。まがい者が事件を起こすたびに八神の関与も疑われてきた。私たちは静かに暮らしたいだけなのに。だから私たちの一族はまがい者を狩るの。まがい者を日の光で清め、人に戻れるようにするために。人に戻れるかどうかはその人次第だけど、でも眷属は違うの。たとえ太陽で清めても人には戻れない。少なくとも私は戻る方法を知らない。あの時君の体は、細胞はもう限界だったの。命を救うためとはいえ、君を眷属にした人ならざる者に変えてしまったの。謝っても謝りきれない。
他にも話さなければいけないことがあるけど。一度に全てを話しても理解できないと思う。少しずつだけど、いつか必ず答えるから。君をそんな体にした責任は重い。本当にごめんなさい。みんなが心配するといけないから、そろそろ戻りましょう。みんなにも伝えないといけないから。おお、戻ってきたな。どこ行ってたんだ。心配したぞ。ごめんなさい。そう、雫って見た目は普通の可愛い女の子なんです。なるほどね。だからまあ、まがいものと対等に戦って。隠していてごめんなさい。後の判断は皆さんには。ん、もういろいろとあったからな。すみません。で、お前はその許したのかよ。まあそれはそうなんだけど。おいおい、空気がえれえ重いぞ。あ、ニーニーはもう人間じゃ、人手出しになっちゃったの？いや、その、まあ、人手なしというか、人ならざるものなん。別に、いい。ニーニーがに寝る。あ、うん、まあなんだ。しずくちゃんの正体が分かっても、やることは変わっ、とにかく秋葉の事件を何とかしねえと。そうだね。組織の全容もわからないし。ダメです。ダークサイドは秋葉事件団っぽくないです。先輩を人に戻す方法もきっとありますよ。うん、こんな時こそしっかりから元気も元気ってな。じゃあ気晴らしにパトロールにでも行こっか。あんたの能天気さは尊敬する。じゃあ行こうか。秋葉原公園の方ね。行きましょう。
兄にはやればできる子だよ。中央通りに比べるとやっぱりこっちは静かよね。あのさ、あんたが私たちが幼馴染仲間ってのだから余計なく、あんたはあんたらしく。こっちだ、逃がすんじゃない。え、なにこれ。それにこの黒服、前に私たちを襲った大資本製薬の人たち仲間がいた。さあリン、 USB メモリーをか、周囲も押さえてある。え、なこの人たちは。あ、関係ないかどうかは、むしろ我々に逆らうなら無関係の人間もひどい目に遭うぞ。まさにゲスの極み。どうしよう。そうね。いいくよ。そっちか。
あなたはあの時雫と一緒にいた。別に助けてくれって言ってないじゃない。うわ、感じ悪。あ、でも助けてくれたことは、その感謝してる。前言撤回。これがツンデレって。いちいちうるさい。だいたい出れてないわよ。今回は助けてもらったし、お礼は言うけど、ま、これは忠告じゃなくて警告。な、どうしてよ。私たちの勝手じゃない。だいたいなんでリンちゃんが追いかけられてたの。あなたたちには関係ないこと。それともう一つ、こっちは警告じゃなくて忠告。大資本製薬の女社長、あいつを信用しすぎないことね。え、それって春日井さんのこと。警告と忠告、胸に刻んでおきなさい。あ、行っちゃった。でも一体何だったんだろう。リンって大資本製薬の広告。それがどうして大資本製薬の人に追われてたのかしら。そうだね、次にお店に来た時にきっと雫のことも知ってるみたいだし。まあ、とにかくみんなに今の話を報告よ。やった。リンが大資本製薬の人間に追われてた？なんだそりゃ。私たちもびっくりよ。何か理由でもあるのかなってさ。そういえば雫のことも知ってたみたいだけど。それは、はいはい、それはさ、はい、雫さんの、この、
秋葉コスプレフェス。一言で言うなら、あ、誰でもウェルカムな大コスプレコン。はい。今回秋葉自警団は秋葉少女ストリプリズム、略してストプリのコスプレで参加を予定してます。ストプリはピンク、イエロー、ブルーの3人。ピンクリズムは私、イエローリズムはトーコス。ちょ、カティ、なんで私が。あと一人、ブルーリズムの栄光をしずくさんにお願いします。え、無理です。ストプリのこともよく知らないし。大丈夫です。全47話今から鑑賞しましょう。話は聞かせてもらった。このストプリブルーレイディスクボックスで見るといい。おお、ナイスです、妹さん。いやいや、私もやるって。そうだ、だいたい。私は無理。コスプレして外を歩くなんて、そんな周知プレイ物理的に不可能。私だって嫌よ。まあまあ、そう言わずにみんなで頑張りましょう。私の意見は無視か。私もやるの。というわけでストリップ楽しみ。先輩は当然ストプリは知ってますよね。さすが先輩、オタクの鏡ですね。いいですか、この作品はですね、東園すず、木澄桃花、大見リリの3人が魔法少女になって、3年前に放送が終了しましたけど、見どころはドレスアップコーデによる着せ替えシーン。お着替えによってストプリの3人はいろいろな能力を。百聞は一見にしかず、見ればわかるさ。不安な感じ。というわけで1話終了。まあね。でも、あ、私がいつも連れてるぬいぐるみ、妖精チレン。設定では秋葉の守り神ですね。さあさあ。へえ、3人揃うのは10話なんだ。結構面白いかも。え、なんか、いえ、これで24話、やっと折り返しか。なんなん、このテンションのまま最後まで行きましょう。私は大丈夫。考えるな、感じるんだ。分かったわ。やっと。え、静か。やっぱり何回見ても。ストプリの生き様に正直感動しました。最終回以外。これで泣かないとかありえない。最終回以外。カティさん、私にできるかな。私に。しずくさんなら絶対に似合うと思います。やってみる。私、ブルーリズムのコスプレをやってみるわ。しずく、なんか分かったわよ。じゃあ早速コスチュームを用意する。各自期待しています。秋葉を守る絶対防壁、秋葉少女ストリプリズム。コスプレフェスタの主役は私たちがいただきですよ。おう、盛り上がってるところ悪いんだがよ、誰かお使いに。ジャンク通りにある店の店長に届け物してほしいんだ。届け物はこいつ。幻のゲームブラックパンセルの。あそこの店長はコスプレフェスタの基盤の創作台代わりにエントリー料をチャラにしてもらおうって寸法さ。じゃ頼んだぜ。
tá tudo. Já chega por hoje. Amanhã, mas thanks for watching. E até logo. Boa noite.